どうも、ビデオゲーマーです。進行ゆキャリア、スタートしていきたいと思います。で、今回はバレンシアでやっていこうと思います。で、バレンシア、今財政なんで、まあ主力打ったりしてるので、全く新しいチームとしてね、スタートしていきたいと思いますので、主力だったマキシゴメスとか、あとはパウリスタとかシレッセンとかは、キャリア始める前に、チーム編集で、それっぽい、まあ移籍するかな、しそうかなっていうチームに、入れてからスタートしてます。あとゲデスとかもそうですね。マキシゴメスがガラタサライだったかな。で、ゲデスがアストンビラとかそんな感じで入れてます。で、残してる選手は残してますので、もともといる選手でね、ソレールとかガヤとかはね、残しておきたかったので残してます。で、監督は、またにしました。選手として取りたかったんですけど、監督にしたい選手で、バレンシアが選べなくて、ユナイテッドのマタでやってみたらどうだろうと思ってやったら一発でバレンシア出てきたので、やっぱちょっとつながりあるんだなと思いましたね。なので、もうまた監督でやっていきたいと思います。はい。で、チームメンバーなんですけども、だいぶ、弱い感じのメンバーに、今回しました。うん。まあ残留しながら、まあ、ここ復活への、土台を作る1年目にしようかなと思います。で、ゴールキーパーが、ハウメ、ペレイラ、ジダンですね。で、ガヤ。で、アキエメ。で、ラト。で、プリード。で、ブスティンサ。ユニフォーム似合ってるよね。プリードとね、ブスティンサはね、めっちゃユニフォーム似合ってると思う。うん。で、次、ディエゴ・ゴンザレスかな。で、メレ。で、ディエゲスだったっけ？ディエゲスですね、確かね。久々に使うので、ちょっと名前忘れました。で、ペリン。ペリンは初ですね。で、そう。で、ビダル。オーサスナーですね。で、ビラガイ。ビガライか。ビガライですね。で、エスポジート。オホボ。ルーカス。で、ラドン・ニッチだったかな？確か。あ、運いらんね。ラドニッチやね。ラドニッチもね、初めて使いますね。はい。で、バルコ。バルコも初じゃないですかね。結構前から固有ですけど、初めて使いますね。うん。で、ミチェル。フルス復帰ですね。まあ、バレンシアの、その昔の、感じをちょっと、なんだろう、注入してほしいかなというかね。そういう感じで、ベテラン呼び戻した感じですね。で、リベラ。で、サベドラ。で、フェレイラ。で、ポンス。で、ソレールですね。で、フェルナンデスですね。ティグレスですね。メキシコの。で、モンティエル。で、ピッチーニ。アルゼンチンの、ディフェンサだったかな。っていうチームにいますね。で、ジェイソン。で、カンパナ。で、バレンシア。で、サントス。で、プセットだったっけ？あ、プセットですね。合ってますね。はい。プセットも初めて使うんじゃないですか？うん。初めて使う選手はね、結構ね、名前うろ覚えです。なんで。まあ、一回覚えたらね、だんだんと覚えていくので。で、バウティスタですね。で、ソブリーノがカディスにレンタル行ってるので、彼は固有なので、
残しましたと。このメンバーでやっていきます。はい。で、今から、とりあえず、マッタの服装を決めて、ですね、スパイクはちょっと、切り替わりがあれなので、まあちょっとやっておきましょう、次回までにね。スパイクが、実際のスパイクじゃないのがあるので。なんかね、またはね、T シャツっぽいイメージがあるので、T シャツと、ジーンズにしましょう。で、グレーソックスで。で、靴は、どうしようかな。タンランナーズにしようかな。はい。またの監督の見た目はこれでいきましょう。はい。で、まあ、資金が、多くあるので、まあ、補強してもいいかなと思いますね。うん。誰かを補強しようかなと。まあ、どこが穴かなと言ったら、やっぱりこれはね、フォワードが穴かなと思うので、点が取れない可能性がね、あるので。なので、フォワードをちょっと調べましょうか。レバンテがライバルなので、レバンテから選手は取れないので、レバンテ以外から、誰か次回までに、取っておけたら、カレリとかいいよね。ヘディングうまいし。クロスで、そこからね。ああ、彼もいいですね。彼が固有だったら取るんですけどね。固有じゃないから。キケガルシアとかええんちゃう。ね、ベテランで。ホセルもいいね。ちょっとベテランが欲しいですね。トップにね。うん、低迷というか、ここ復活にはやっぱちょっとベテランの力を借りたい。ああ、ルーカス・ペレスはいろいろ問題あるからちょっとなーっていう感じだね。ああ、いいな、ちょっと入れよう。まあちょっとスペイン人をメインに取っていきたいかなと思いますね、今回ね。うん。スペイン人何いるんですか、今。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、19人か。まあまあ多い方かな。はい。で、次回は開幕戦、カディス戦なので、それをやっていきたいと思います。久々の、リーガで、しかも、こういう、なんだろう、まあ、有名なチームでやるのは、珍しいので、ちょっと緊張してますけども。まあ、とりあえずは、1年目はね、新しいチームに生まれ変わってスタートということで、土台作りの1年目なので、まあ、注意ぐらいで、を目指しつつ、まあ、残留、できるようにね、頑張っていきたいと思います。国内は、注意でしょ。オッケーオッケー。うん。はい。あ、ヨーロッパリーグ出んのか。それはちょっと層が薄いかもわからんな。まずいな。それはちょっとまずい。それ予想しなかったな。トレーニングだけ設定してやめますかね。はい。まあ、プレシーズンマッチがないので、ぶっつけ本番でね、カディスとやるので。で、フォーメーションもまたね、決めておかないとですけど、まあ、このフォーメーションが一番いいのかな、という感じなんですけども、まあ、エスポジがね、ちょっとね、あ、でもプラス2なんか、ってことはアンカーより1列前の方がいいんですね。まあ、コンバーズも含めちょっと考えないと、ダメそうな気もしますね。うん。はい。まあ、とりあえず、バレンシアキャリアやっていきますので、よかったらね、また見てくださいという感じですね。本当はね、FIFA22 でやろうと思ったんです、バレンシアキャリア。うん。でもまあ、ちょうど発売までにサクッとするにはちょうどいいかなと思ったので、もう21でやろうと思ってやっていきますんで、よかったらまた見てください。では今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ではまた次回です。
じゃあね。バイバイ。